はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。ただいまですね、こちらディズニーランドホテルにやってきました。今日はですね、このディズニーランドホテルの中にありますシャーウッドガーデンレストランに行きたいと思います。今現在ですね、東京ディズニーリゾートではディズニーハロウィンをねやっておりますということで、今現在ねこのシャウトガーデンレストランでもですねハロウィン限定のメニューが楽しめますので、今日はですね早速今からですねそのシャウトガーデンレストランのスペシャルメニュー頼んでみたいと思います。いや楽しみですね。もう全部のイベントね来てるんですけれども、いやここがねもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。それでは早速行きましょう。こちらです、シャウトガーデンレストランのハロウィン限定メニュー、早速行きましょう。ちなみにディナーです。楽しみ。
今なんで入れたの。色的にはね、なんか黒かったりね、紫色のご飯系がすごい多いなと思います。とってもハロウィンっぽくていいですね。では早速いただきます。
続きましてデザートです。デザートもね、なんかハロウィンっぽくてめっちゃいいですね。これとかなんか目玉みたいになりますよ、これ。ちょっと食べるの怖いですけど、いただきます。はい、ということで本日はですね、こちらディズニーランドホテルの中にありますシャウトガーデンレストランのですね、ハロウィン限定のスペシャルビュッフェ食べてみました。いや、素晴らしかったですね。あとね、一応今回ねご飯の動画なんですけれども、スペシャルドリンクのね動画も撮っておりますので、そちらの方もですねお楽しみに待っていてください。おそらく次の日にね投稿する予定でございます。はい、ということで、今日はですねこれで終わりにしたいと思います。ぜひね来てみてください。あとねここと、あとミラコスタのね、オチェアノっていうところもビュッフェでございまして、ハロウィン限定になっておりますので、またそちらのねオチェアノに関しましてもまた今度行きたいなと思っておりますのでね、そちらもお楽しみに待っていてください。それでは本日はご利用にしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたらですね、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。